お、もう定時か。山本くん、もう上がっていいよ。お、ありがとうございます。そうだ、ライダ先輩、ちょっと一つお聞きしたいことがあるんですけれども、いいですか？ん？なになに？その、うちの会社って来週でクールビズ終わるじゃないですか。だから、どういう格好で出社したらいいのかなっていうのがちょっとわからなくて。え？何とぼけちゃってんの？そんなん、普通で普通、春と同じだって。ジャケット着て、ネクタイして、ベルトして、時計して、普通だよ、普通。あ、ちゃんとブランド品つけてきないね。山本くんさ、結構社内でモテてるんだから、羨ましいな。お、はい。じゃあ、かっこよく、決めてきますよ。おはようございまーす。おはよう。山本。違う。え？全く違う。違う。なんだよ、その格好。え？先輩に言われた通りちゃんとつけてきましたよ。かっこいいベルトに、かっこいいネクタイに、かっこいい時計。あ、ちゃんとブランド品って言ってたんで、ブランド品つけてきました。山本。ごめん。俺の伝え方が悪かったな。あの、ビジネスではな。その、なんていうかな。いやー、こいつ、ベルトしてる会社に影響されすぎでしょ。おい、誰かコピー用紙持ってきてくれ。終わりました。これでモテモテだな。合ってますよね。なんか違う。